お、どうした？あ、うんこ出た！バカ！はずさ、このうんこ掃除。イェイイェイイェイ。教団が成長、ピカヤンだけ寝てる。教祖よ、四つ葉にドッキリを仕掛けたら面白いとは思いませんか？奴は好き嫌いが激しいんです。だからうんちを食べさせましょう。何言ってんだお前。みんな宴会だ！お食事会開くぞ。わあ、素手で。剣とかじゃねえんだ。あー、闇が勝った。そんなバカな。闇が強大。あー、あの野郎、許せねえ。バンは寺蔵です。どういうゲームかさっぱり分かってません。やります。セーブなし。なんか宗教っぽいゲームらしいです。教祖になるのかな。子羊を讃えよう。かの子羊は大いなる力を授かり、囚われの待ち受けし者を解放するだろう。まあ、なんか可愛い感じが気に入ったんでやりたいなと思って。されど煮えなる獣を用心せよ。王冠が二つの頭に乗ることは決してないのだから。トップを目指すぜ。なんか知らんけど召喚中、ルーム配置中。ほら可愛い、可愛いやん。やりたいやん、もうこれだけで。お、動ける動ける。もうなんか哀れな子羊感出てますけど、僕許してください。通してください。あなたたち誰ですか。ところでやにゃもにゃ、やめてください。あー、追われてる。なんで、もう出れなくなった。いや、そうな顔してる。もっとアップで見たい。お、なんだこれ。マッシブモンスターが作ってます。マッシブモンスターですか。僕とは対極にいる存在ですね。デベロッパーデジタルさん、いいゲームマジで出すよな。俺好きなんだよな。わ、キモ。顔キモ。でも可愛い。顔キモいけど可愛いですね。許してください。ひざまずいて逃げとなる。なんでやねん。やだ、なんか処刑人の人みたいなのいます。手加減よろしくお願いします。あはは、みんなに怒られる。すいません、気弱なんです。こやつが最後の生き残りだな。他の子羊どもはすでに全員斬首済みだ。ひどい。カエル。この煮えによって予言が実現する可能性は完全に消滅する。何？予言は何ですか？縦にすごい口が割れてる。どうなってんだこの人だけ、よくわからん。鎖に縛られたあの異端者も英語を、未来英語を囚われの身となるだろう。そして古き信仰は守られるのだ。雲かなこの人。やだー、逃げろ。雷を、雷落ちろ。あ、やべ。なんだ、助かりました。それともここが天国なのか。ある、ちょっともうちょっと違うところ行きたいです。なんか怖そうなのがあるんで、上の方にはまだチュートリアルも、チュートリアルあるんでしょうか。ところでまだできそうなボタン、何ボタンを押しても。何なのだお前は。何だ、え、何これ、マジでわからん。顔が隠れてますね。待ち受け者もそう怖がるではない。お前は確かに死んだ身だが、我にはまだお前が必要なのだ。あ、死んだらしいです。すいません、死んでた、死んでたわ。あの愚かな司教どもはお前を殺せば我と出会うことがないと考えていたようだが、こちらとしてはむしろこっちこいだ。なんか震えてます。好都合だな。お前に再びの命をやろう。もちろん代償は払ってもらうがな。まあ、ニコニコしてる顔かわいいんじゃん、よく見たら。うん、我が名の下に元に教団を始めをやってくれるな。はい、仰せのままに。仰せのままに。賢い選択だ。悪魔らしいです。左右にいる人たちは何なんでしょうか。どっちにしても可愛いな。我がかつて使っていた赤き王冠を受け取れ。それを使えば死者の忠誠心を操り、敵を恐怖に震え上がらせることができる。赤き王冠。君がかぶってる黒い王冠は何ですか。聖者の世界へと戻ったら、私の名のもとに教団を作り、信者を集めるのだ。得意です。その暁にはまたこうして見えることとしよう。さあ行け。はい、行ってきます。いやー、競争になっちゃうか。かわいいな、猫みたい。おお、頭にポッツン似合ってる。うわー、かわいいな。カールズオブドラム。ふわははわーい。テルルッテッ、なんだなんだ、剣を持ったぞ。ニコニコ。攻撃 X、 シュッ、回転 B、 シュッ、シュッシュッ、お、やるな。シュッシュッシュッ、 B で攻撃を避ける。シュパッシュパッシュパッ、やりました。シュパッ、お、まだ来るぞ。
さっきはよくもやってくれたな。コンボもできるみたいです。さっきのやつらは出てこないのか。悪そうな人たち。おお、勇ましい顔になっている。うわ、いつの間に。わからんけど、なんかわからんけど、俺には悪魔の契約、悪魔に身を売ったのだ。なんか知らんけど、ちょっと状況がまだよく分かってないけども、くるり。ほ？お、次の地点へ行きましょう。あれ？あ、ごめん、キャンセルしちゃったみたいだな。 A ボタンが決定だ。召喚中。信者を見つけるんだ。ネズム。わしはお前の敵ではない。わしの名はネズム。かつてはお主と同じ選ばれた器だった。お主を導けとのご命令でな。ここは非常に危険な古き信仰の地だ。なんでそんなほっぺの毛が。わしがお前を導いてやろう。このまま森の中を進むといい。わしは常に近くで見守っておるぞ。おじいちゃん、耳がちょん切れてるのと、なんか折り紙で折った王冠みたいなのつけてる。かわいい。かわいいな、本当にこのゲーム。なんだよ。やはりわしの目は、間違っていなかった。ネズムの家破壊。知らんけど。見守っているとか言って、俺の信頼を勝ち取ろうとする敵かもしれん。あと、もうなんか人間じゃない生物が。なんか突進してくる。チャージ、なんか予備動作があるぞ。シュン。なるほどな。雑魚が。我が信仰をどうやって、それはどうやって開けばいいのかな。違うみたいだな。あ、出た。ここか。ここのボタンか。わからんかった。通貨、インベントリー、金貨、さまざまなことに利用できる通貨。はい、わかりました。やはり信仰といえど金。基本的には金が。はい、1億円ぐらい貢いでもらおう。なんか適当なものを霊感商法で売って。行くぞ。あ、待って、ボタン間違った。ボタンが分かんなくなった、今の一瞬で。俺の体力ゲージはどこですか。ところで全然知らない、それ見てないんですけど。墓を破壊。ナイスダジャレ。バシッバシッバシッ。墓なのか分からんけど。なんだこの鳥。なんだ、鳥がいる。抵抗 しないものには別に興味ありません。そうなんだ。簡単だな。アクションゲームだったのかこのゲーム。それすら知らんのかよ。なんかサムネとタイトルで面白そうなのをデッドバイデイライト実況者さんがやってるなと思って。なんか可愛いし、しかもなんか仲間に名前つけられそうな雰囲気だったから、飛びユニの名前でもつけてやったろうかな。みんな俺に従えみたいな感じでの動機で始めました。すいません、どんな感じになるか分かりません。 これ以降はお金が手に入るね。うん、野生生物のくせにお金をね。なんか隠し財宝みたいなのがあったりとかはないのかな。要素が全く知らないので、本当にサムネとタイトルしか見てないんで、このゲームについて。可愛いっていう、それだけ。ジャンプもできないのか。まだ2つのボタンしか知らないんだけど俺。いいのか。まあいいや、みんなと一緒に覚えていく実況です。よろしくお願いします。なんか一つ一つ、またキャンセルしちゃった。だってキャンセルボタン普段使わないじゃないですか。あ、決定ボタン普段使わないじゃないですか。あ、ネズムだ。あれを見よ、哀れな魂が生贄にされようとしている、うん、あやつを助けるのだ。さすればあやつはお主の教団に入らざるを得なくなる。そんなでいいやつでいいですか。僕もなんかウキウキしてますけど、そんなウキウキでいいのは。おお、偉大なる古き信仰の司教よ、この贄を受け取りたまえ。誰だ。我らの聖地に足を踏み入れ、儀式を邪魔する愚か者め。異教止め。うわ、危ない。パン。まず、う、やばい。攻め、なんか危ない。ほう、なんかホーミングしてくるぞこいつら。シュッ。相手の予備動作を見逃すな。よし、今助けるぞ。馬っぽい人。誰だお前は。馬か。助けてあげよう。なんだお前は。え、強化を待つ信者あり。強化は、あ、まあとりあえず教えを解いてやらなくてはな。俺の王冠がさ、シュッ外れちゃう時があるんだけど、ついてきてくれる。
その信者にはどうやって接触すれば、まあいいか。とりあえず進もう。うむ。ねずっち。ねずっちじゃない、ねずむ。ここまで来れば安全だ。よし、食いなし遂げたな。赤き王冠を持つ者はこの陣を使い、陶器地へと一瞬で転移することができる。声が可愛くないな。この陣は廃墟と化した遺跡に通じている。そこがお主の教団の始まりの時だ。そこでまた会おう。なんか、地中に。はぁ。お、これも私の頭の上に乗ってる王冠と同じ形をしている。教団に戻ろう。ファーン。もう羊が出世したもんだ。ヘレティクスディフィディティル。ヘレティクス。異教のものってことなんだな。経験値的な。うわーん。難易度を選んでください。難易度は詳細。設定メニューからいつでも変更が可能です。はい、開発者おすすめ。まあまあまあ、ハードもやりたいけどな。ノーマルでいいんじゃないか。じゃあハードで。ハードでええやろ、別に。難しい方が燃えるってなもんよ。こっちは何ですか？いけないっぽいな。なんか立ち上がっていた煙が。この空き地は全てお主のものだ。このボロボロの遺跡がお主の教団の本拠地となるのだよ。この人、あ、ネズミの口みたいなのがほっぺの横に出てるけど、他にも口がある。よくわからん。やることは多いぞ。まずはこの哀れな魂を強化することから始めようか。どこにいるんだ魂は。信者は資源を集めてくれる。木材か石を集めるようこやつに指示してみるといい。ほう。ちょ、かぶってますけど。はい、信者。お前が初信者。幹部だ、幹部候補生。プメル。どうか助けてください。なんか、お祈りしてる。口の位置は相変わらずおかしい。パー。名前変えれるぞ。トルユルユル、アーナ、パグレ、フタイノ、ヤルノユル、フナナ。こいつ馬かな？ロバかな？ロバっぽいよね。誰にしよう。最初に加える信者はハタサコかヤンミにしようと思っていたんだけど、ハタサコもヤンミも一応、こう、動物モチーフあるからな。ハタサコはキツネ？まあ、フラッペだけど、あれは。ヤンミは、リスみたいな。見た目選ぼうとか書いてあるよ。ちょっと待って。何？鹿？豚？何これ？猫？あ、キツネいるじゃねえか。よし、行こう。ハタサコだ。すまんない、ヤンミ。第一信者はハタサコとさせてもらう。まあ、これでいいか。ランダマイズもできる。特性、糞尿愛好症。そんな、従順。これ変えれないんすか。ハタサコすまん。ダメ。ダメやろこれ。お前は糞尿愛好家として生きていくんだ。まあ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 、じゃあどっちを、瓦礫、石と木材。まあ木材からがいいんじゃないか。ハタサコは木材を買ってもらおうか。頼むよ。なんだお前。我らが教団は大きく成長するだろう。だが信者には元気の源、すなわち食事が必要だ。必要な資源を集め、調理用焚き火を作るといい。それを使えば料理を作ることが可能だ。はあ。木材を集めるのと石を集める。採掘だ。やつは木材を集めてくれているからな。ほい。またさこ頑張ってるか。俺もちょっと木材は手伝うぞ。でもやっぱ石を多めにね。はい。はい。こんな感じのゲームなのか。ストラテジー系の要素もある？じゃあまあなんか。ここら辺にお願いします。建築だ。仲いいな。これでも2人しかいないけど教団なんでしょうか。信者は食事をする必要がありますが、その料理を用意するのはあなたの役目です。え、ワイなの。教団の満腹度は画面の左上に表示されています。満腹度が低くなりすぎると信者たちは空腹状態。木を伐採しようとしてしまった。はいはいはい、ベリー集めました。料理作ろう。できないかな。はい、料理作ります。星一つ。まあいいや。なん、やったー。スキルチェックあった。
デッドバイデイライトやっててよかった。次は祭壇を作らねば。だがそのためにはまず信者と金貨を集める必要がある。金貨はあるよ。古き信仰の地にて異端者を粛清することでその両方を得られるだろう。わしら二人の恩人である待ち受けし者は4人の古き信仰の主教によって囚われの身となった。ああはははそれぞれの主教はかのお方を陶器地へと縛る鎖を守っている、はあ、なるほど。神様を、我が宗教の神様をあの4人が押さえつけていると。だが奴らの領域へとつながる道は開かれた。かの御方を解放するため奴らを探し出して殺すことがお前の役目だ。さあ行くのだ。金貨、そして信者となる意欲があるものを探せ。意欲がなき者は力ずくで排除せよ。はい、ネズムさん。ネズムさんは何者なんですか。まあいい、俺が一番偉いんだ。よし、今胃袋はいっぱいだな。よし、お前はそこで頑張ってくれ。俺は行ってこなくてはならない。かの知恵、はははは。なんだ、お、そこはカエルの扉か、もしかして。カエルの人がいたとこじゃないね。左から2番目は知らないけど。夜闇の森行きましょう。はあ、あ、なんか祈りが、畑迫が祈ってくれてるぞ。ありがとう。